りです。毎度の室戸市にやってきました。この日は大潮で、満潮が6時20分で、現在満潮時刻付近です。風はそれほど吹いていません。目の前でナブラが発生しました。バイトしてきましたが乗らなかったです。引き続きナブラの発生場所付近を探っていきます。毎度の鈴木です。サイズは40センチぐらいかと。Thank you.
このサイズだと8リットルのクーラーには入ります。ここで一旦加工部に移動します。50メートル奥でウェイトが跳ねているのが見えたので、そこまで投げてみます。ご視聴ありがとうございました。